はい、こんにちは。今日は蒸し子のタコライスを作りたいと思います。蒸し子っていうのはね、フォロワーさんでビーガンの方で、なんかすごい虫が大好きな人だもんで、蒸し子さんっていうんだけど、すごいいつも投稿とかも愛にあふれて、すごい心優しいのが伝わってくる投稿で、毎回私も大好きで見てます。すごいいい方なんで、料理もうまい。これの苦手、喋るの苦手。料理うまい、美人、優しい、パーフェクト、パーフェクト、面白い。みんなぜひ蒸し子さんもフォローしてください。私たちは蒸し子グループを応援しています。いい感じ、いい感じ。このなんかしょぼい具合がいい。めっちゃいい。で、まずはまず何してますか、これ。冷凍したきぬこし豆腐を解凍してます。イエーイ、あったかい。材料はめっちゃ編集大変そう。なんかちょっと待って、もう一回ちょっと待って。まず材料はこれ、2人前の材料は絹ごし豆腐1丁、玉ねぎ、まあ小なら1個、まあお好み でニンニクも入れたい人は入れてください。あと生姜すりおろし適量、味噌大さじ1、普通の味噌、白味噌は微妙みたいです。で、粉末昆布だし4〜5g、醤油大さじ2と1/2、砂糖大さじ1、あと甘さは砂糖じゃなくて、まあなんかアガベとか何でもいい。何でも甘い、甘いやつなら何でもいいみたい。あとケチャップ大さじ3、オリーブオイル大さじ2で、あと最後仕上げの、まあ、レタスなりトマトなりトッピングをご自由にです。水気をよく絞るね。豆腐が解凍できたら水を切ります。脇の下が痛くなるぐらいぎゅーっとよく絞る。よく絞る。筋トレにもなりそうだね。うん、脇の下が痛く、筋トレ、まだ操作、筋トレ。次に玉ねぎをみじん切りにします。だけど機械に頼ります。機械の名前は何ですか？ブンブンチョッパーです。私たちはブンブンチョッパーを応援しています。大丈夫これ、大丈夫。回しもんだと思われる。ブンブンチョッパー会社さん、もっとでかいブンブンチョッパーが欲しいです。玉ねぎ1個とか一気にできるぐらい。あのね、そう、最初硬いのグワンって、あとね、ちょっと振るといいかも。いい位置に、なんかね、引っかかると来た。これさ、大きい、本当だったらいい。あ、来た。これすごい。あ、でも言っとった友達みじん切り好き、なんか無心でできるもんで、たまにやりたくなる。やんどるな。いい感じ、いい感じ。よし、できた。お客様満足度は100点。で、水気を絞った豆腐は、そぼろ状にポロポロになるように崩していきます。そしたら玉ねぎ同様、ニンニクも入れる人はニンニクもみじん切りにしていきます。はい、じゃあそぼろ状に水気を切った豆腐をフライパンで、少量の油を引いたフライパンで炒めていきます。しっかり炒めることで豆腐独特のあの風味がなくなるそうなんで、しっかり焦げない程度に水分を飛ばしながら炒めていきます。はい、で水分が飛んできたら調味料投入では、はい、調味料投入。そこに醤油、生姜、昆布だし、甘さを加えてさらに炒めます。もうこれだけでもそぼろの完成なんで、これだけでご飯にかけて食べても美味しい。
味噌とかを加えると肉味噌とかにもアレンジができそうなんで、万能で豆腐とか。あ、これ本当に美味しいね。めっちゃ美味しいよね。あのね、そぼろだけでもマジでめっちゃ美味しい。今度は玉ねぎを炒めていきます。これは一緒にやっちゃった。玉ねぎがしんなりしてきた頃に味噌を入れてよく溶かしていきます。味噌がしっかり溶けたらそぼろをもう一回投入して、ケチャップ投入。やばいね、これ。具は完成です。レタスを盛った上にメインの具を乗せていきます。完成。本当はトマトとかパプリカとかそうあると彩りがもっといいけど。完成。完成。美味しそう。完成。完成。美味しそう。これマジでめっちゃうまいもん、ね、皆さんもぜひむしこのタコライス作ってください。作ってね。起きて。いただきます。やばい、おいしい。マジで間違いない。おいしい、本当に。お店よりおいしいかも。うん、おいしい。マジ男子の胃袋つかめるよこれ。女子の胃袋は間違いなくつかめるから、うん、男性諸君ぜひ女の子におしゃれでうまいこちらを振る舞ってあげてください。簡単だしね、うん、せーの、みんなも作ってね。やらせ感。本当に美味しいからね。ね。